はい、皆さんこんにちは。バベル広報の玉城。お、これは失礼しました。近かったですね。どうも、バベル広報の玉城です。さあ、今日なんですけれども、タイトルにもある通りですね、美容学校についてちょっと今日はお話をしていこうと思います。美容学生、一体何してるのかなっていうイメージあると思うんですね。ちょっとチャラそうだったりとか、なんか自由そうとか、結構いろんなイメージあると思うんですけれども、実際に美容学生っていうのはどんなことをしているのか、どんなことを学んでいるのかっていうのをね、ちょっと簡単にご説明していこうと思いますので、ぜひね、最後まで見ていってくれればと思います。それでは行ってみましょう。では美容専門学生のね、実際どんな一日を過ごしているのかっていうのをね、お伝えしていこうと思うんですけれども、こちらですね、まず美容学生のスケジュールになっております。この学校ですね、この学校の時に実際何を学んでいるのかっていうのを今からお伝えしていこうと思います。学生はですね、基本的には国家試験のための勉強をしているイメージです。学科と実技がありまして、勉強の内容に関してはですね、まあ、人の体の構造についてだったりとか、あとはもちろん髪の毛のことについてとかね、あとは美容師の法律とかね、衛生面に関してとかもかなり勉強多くあります。暗記系が多いので、ぜひね、頑張って暗記していただきたいなと思います。で、実技ですね、実は2つ実技試験あるんですね。で、1つはカット、もちろんそうですね、美容師の資格ですからカットの試験があります。で、課題がですね、こちらレイヤーカットと呼ばれるですね、国家試験課題がありまして、このスタイルを規定のタイム以内にいかに綺麗に切れるかっていうところになっております。ワインディングとオールウェブのうちどちらか一つが毎年選ばれるんですけれども、どっちか分かるのは大体3ヶ月ぐらい前ですかね、発表されて、もうそこからめちゃくちゃ鬼スパートかけて練習していくっていう感じになります。で、あとはですね、ブロー、まあ、髪乾かす技術ですね、あとヘアセット、あとネイルとかエステとか着付けとかね、そういうのを学べたりします。美容専門学校はですね、まあ、主にやっぱり国家試験に対しての勉強が多いです。2年間というね、年月をかけて、学費もそんな安くはないですよ。落ちてしまってはもったいないので、国家試験がメインの勉強にはやっぱなってきます。で、その中にね、ネイルとかエステとか入ってくるんですけれども、美容専門学校をね、卒業したらすぐ髪を切れるわけではなくて、専門学校に卒業してからサロンに就職して、そこからまた勉強し直すっていう結構大変な部分もあるんですけれども、その時の土台を作ってくれるのが美容の専門学校になってきます。やっぱりあそこで学んだこと、あそこで培った経験、友達とかね、貴重な存在にもなりたいと思いますし、貴重な経験になると思うので、美容専門学校っていうのはかなりこう学べる部分があるんじゃないかなと思います。もしこれから行く子とかいればね、まあ、ちょっと気持ち覚悟して、でも楽しみにワクワクして行っていただければいいんじゃないかなと思います。さん、いかがでしたでしょうか。生徒の中にはね、授業以外にコンテストに自ら出場してコンテストのためのレッスンを受けたりとかね、本当に美容学生の中でもかなりストイックな子たちっていうのもいたりとか、普通に通ってるだけでもね、やってること自体が結構ハードだと思うので、やっぱりコンテストに出ている学生の子とかでも、普通のもう美容師、プロの美容師たちが出場している大会とかでも、専門学生の子がね、優勝したりとか、やっぱり若さゆえのそのエネルギーとか愚直さみたいな、見習わないといけないなっていう部分がかなりありますね。でも、それぐらいやっぱ美容の専門学生っていうのは本当にストイックで、エネルギーもあって、やる気があって、未来にすごいワクワクしている子たちが多いなっていうイメージなので、実際にね、どんなことをしているかっていうのをこの動画を見て知っていただければいいなと思います。迷ってることがあったらね、ぜひ何でもコメント欄に書いていただければお答えさせていただきます。ぜひ自分の人生なのでね、楽しい方を選びましょう。今回の動画はこれで終わりとなります。チャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。